け、ジオさんスタート。どうもジロです。おです。横浜ですよ。横浜港町。ここ港町ですけど、めちゃめちゃスケートリンクですけど、ね、アイススケートとかカーリング？そう、カーリングとか。面白いよ。オリンピックの見過ぎでなんかやりたくなったんですか？アイススケートだけだったら面白くないじゃないですか。だから絶対できないでしょ、ジロさん。いや、アイスケートできるよ。マジか、絶対でもうだってもうできてないですもん。よくアイスケートそういう場所に結構ナンパしたことあるなって。アイスケートをやると面白くないから違うことをやりたいですよ。もう普通じゃ面白くないっていうのが自分ですね。そういうことね。だから今回は鳥の上で電気カートの競争ですね。どういうこと？この上でカート、電気カートで競争するんですね。いや、あのカートってゴーカートのゴーカートですか？そうです、同じ感じ、ただ電気のやつですね。それ二郎さんできんすか？あの車でやったことあるんです、フィンランドで。まあ遊びですね、本気で走る人もいると思うんですけど。あ、じゃあ今日本当に大会に出るんですね。そうです、先生全部用意したんです。はいはい、これが一番スポンでゴールデンクスの施設で、あとはレースだからスティーメクイーンの映画モナコのレースに、レデだと同じジャケットです、ね、あ、そっか、リンクだから寒いからですね。そうですよ。え、超イケてるっすね、かっこいい。こうレプリカですよ。はいはい。もしこのジャケット好きそうな人だったらあげます、はい、いや、俺が欲しいっす。ダメ。これ結構珍しいやつです。じゃあ、はい、頑張ってください。はい、やっておりますが、一周した後ですね、ちょうど、リンクの真ん中にですね、意気込みは滑ります。でもいつも滑ってるけどね、うまいよ滑るの。トーク滑りうまいですからね。一旦は優勝狙って頑張っていただいて、本堂さん的に二郎さん何位になると思います？いやいや、それはもう1位です。さすがにね。すごいすごい、なんか結構みんな余裕な感じで走ります、ちゃんと鳴らすよって言うんですけどね。はい、じゃあ、ジローさん、そろそろ時間来るんで、準備行ってください。頑張ってください。大丈夫です。お疲れ様です。どういうウォーミングアップなんですか、それ。腰を痛めないようにと。じゃあ、これ入れます。お疲れ様でした。青マシーンはね、パンツェッタジローラも最高勝率を誇るマシーンですからね。お、手振ってる。なんか一番でも服装ちょっとラフな人多いっすね。あんなかったら二郎さんが一番格好つけてる可能性あります。かっこいいね。サーカー出てますね。白かっこいいね。乗り方はかっこいいね。一変しました。青の台車が二郎さんです。めっちゃおもろいね。抜いちゃいけないのに抜くし、タイヤバリアに突っ込むし、最高ですよ。でもね、ちょっと松井みたいでかっこいいよね。また抜いても、またダメだって。ダメだよ、おじさん。いや、でもね、なかなかマシーンをね、乗りこなしてる感じがするから、これは、ね、結構余裕だなって思った可能性ありますね。期待できるよ、期待できますよ。さあ、スタートです。いけ、ジローさん、スタート。第1コーナー突入、第1コーナー、おー、上手上手、おー、いいね、いいね。つまんない。
あ、でもカメラさん、あそこのねウィーナーズボード見てくださいね。ファンタジオ優勝です。グループ E 優勝。いやでもね、本来なら失格なんでこれはちょっとダメですね。ジローラムさん、コメント求められてます。あんなに緊張してたのに急に喋り出しちゃって。やっぱね、タレントさんですね、はい、面白いことやってくれるって言ってたんですけど、まあ、狙いですね。まあでもね、結論から言うと青のマシンは強いということですね。それでは、メダルの授与はオリンピック方式となります。おめでとうございます。先に写真撮影を。授与さん、結構ウキウキっすね。普通に嬉しそうな顔してるし。緊張から解放された感じ。ありがとうございます。待ち時間長かったけど、でもありがとうございます。楽しんだところですね。ありがとうございます。すいません、スタート説教されたけど。ありがとうございます。あれわざとですよね。いや、わざとじゃないんですけど、ただ当たったから待つのはめんどくさいなと。目をかけて失礼します。ありがとうございました。では、ビギナーズランド優勝者の皆様に今一度大きな拍手でお送りください。じゃあさん、おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、おめでとうございます。でも、優勝より壁にぶつけたことが面白い。え、てか、あれどうなってんですか。こっちから見たらなんか紫の何かが引きずられてるだけで見える。タイヤは間に入ってたから、はいはい、動けば動くほどあ、絡まって。でもそれだったらちょっと映像的に面白いかなと思ったんです。そのまま引きずりつけた。ただ僕の前に1個しかなかったんです。だから全部持って帰ればいいな。でも僕は正直言って言うと優勝した感じってなかった。はいはい、ただ終わっただけですね。ダントツですよ。普通に余裕で1位ですよ。楽しいです。楽しい。ちなみにあそこ泊まって何を来られてたの？説教された。説教された。あの時泊まれと言ってた。その時泊まってください。日本語わかりません。でも真面目な話、電気のカートはどうですか？あのスタートのちょっと違う。どう？何が？あのなんていうの、普通の電気じゃないやつだとスタート早い。あ、なんか遅れてくるみたいに言ってましたね。ちょっと遅れてるけど、まあ感じ分かれば簡単。簡単。難しくない。いやでも本当早く一番ダントツ。でも次はエキスパートクラスだね。ま、最初からそれ行きたかったな。じゃあジオさん、おめでとうございます。よし。だから噛んじゃダメだって。だって本物かどうか噛んじゃ。いや噛んでも分からんし。いやでもかっこいいっすね。おめでとうございます。ありがとうございます。